辰巳君、大丈夫ですか？足りねえだろう。おめえの攻撃なんざ、屁でもねえんだよ。ちょっと油断しただけだ。 普通だと聞いていたけど、なぜここに？なぜってそりゃ、ちょっと気分転換に。気分転換にテレビに？何かあったんですか？僕でよければ話を聞きますけど。話なんてねえよ。いや、お前と話したくねえとかじゃなくて。 いや別に話していいとかでもなくて、とにかく男には一人でテレビに入りたい時だってあんだよ。よくわからないんだけど。しつけえな。俺だって好きで入ったんじゃ。いや入ったんだよ、好きで。 そんな顔が真っ赤になるほど大声で主張しなくても。赤くねえよ。おめえが悪いんだろうが。あんな風に。僕が何の話ですか。いい言わせんのかよ。あんな正気なのが疑っちまうっつんだよ。 正気って、僕には辰巳君の方がはるかに僕のことを直ちとかなんとか。直ち？青が！待てよ、正気を失う。 やはり僕たちは互いに相手が正気を失っているという幻覚を見せられていたんだと思います。だから後から話が噛み合わなかったんだ。幻覚だ。おそらく親しい者同士を争わせる策でしょう。でもだとする、 相手の近くに割り込む能力、僕らについての知識、ここまで揃ってしまうと、やっぱり。やっぱりなんだよ。主催者を気取っている熊君と久慈川さんは、やはり本当の。バカ、んなわけあるかよ。 あのクマコート理性は偽物だ。あんなひん曲がったやつらじゃねえ。おめえだって知ってんだろ。でもだとしたら誰が。おう、そういや俺ら以外にも誰か嫌がるみてえだぜ。 道すがら見かけた女だった。長い髪のな。女？その人はもしかして白い毛皮を着て下には特殊装備の。毛皮？なんだそりゃ。ハチ公の普通の女子の制服だ。髪型はこう後ろでゆってあるみてえな。結衣髪の女子生徒。
知らない人物だな。わかりました。気に留めておきます。では、僕はそろそろ。待てよ、俺も。って、なんだこりゃ。どうやら勝者しか進めないルールみたいです。後で助けに来ますから。いらねえよ、自力でなんとかすら。おめえこそ。俺を任しやがったんだ。きっちり優勝をもぎ取ってきやがれよ。それ話が完全にずれてるから。キリジョーさん、君は白金くんか。なぜここに。君は確か参ったな。こんなに早く鉢合わせるなんて。切れたな、こんな場所まで来ているとは。黙して語らずか。自分を偽っている君は他人の真実を探るプロとはなんとも滑稽だな。君は柔和なようでいて、どこか人を寄せつけない雰囲気を初対面の時からそう思っていた。はじめは探偵業独特の空気なのかと思っていたが、そうじゃなかったようだ。君は単純に自分に自信がないんだ。君は自分の本性を隠している。そこに触れられると誇りが守れなくなるのを知っているからだ。だから誰にも触れさせない。探偵業にかこつけて誰からも距離を取り、実は自分を守っている。そんな君が他人の真実だけは知りたいのか。自己矛盾、アンフェアだ。肩腹痛いの。言いたいことはありますが、やめておきましょう。幻覚の語った言葉なんかに答える意味はありません。
final.強いな。見かけによらず、荒ごとにも長けるというわけか。君もペルソナ使いだったとはな。一つ断っておきたい。戦闘に入る前、私が何か君に無礼な言動を取ったかもしれないが。分かっています。互いを戦わせるために幻覚を見せられていた。気づいていたのか。さすがに白金の名は伊達じゃないな。では私も君のその体に関する数々の言葉は忘れることにしよう。しかし君がペルソナ使いだったとなると推測が二つ成り立つな。一つは君が去年の連続殺人を真に解決した功労者の一人だろうということ。名もなき英雄たちというわけだ。もう一つは君が私の敵対者かもしれないということだ。君は空輸の立ち会い人だったわけだが、ペルソナ使いという人選だったことになる。しかも君はそれを隠していた。ただの荷物番が目的で派遣されたとは考えられない。もし私の指摘が的外れでないなら、君に言わなければならないことがある。白金くん、改めて協力を仰げないだろうか。この世界については君に一日の長がある。加えて負けた私はおそらくここを動けない。待ってください、僕を疑っているんじゃ。対立した方が得策か。君が察している通り、我々は強奪されたニオを追ってここへ来た。調べた結果、中身は対シャドウ特別制圧兵装五式ラビリス、その躯体だと分かった。シャドウと戦うためにペルソナ実装のテストベッドとして開発された機体だ。ペルソナは心の力では。なのに機械がペルソナを。そうだ、ラビリスには精神がある。容姿も細かくは不明だが、おそらく人に近い。
強奪事件が起きたのとほぼ同時に、この世界でも事件が。これはただの偶然でしょうか。この格闘大会の騒ぎとそのラビリスとは関係があるように思います。同感だ。先ほどの協力の件お受けします。急いだ方がいいかもしれません。すまない、君の仲間たちも大変な目に遭っているだろう時に。何も知らずにラビリスと遭遇している可能性も。彼らなら大丈夫です。ラビリスには未知の特殊装備があるとの記録もある。戦闘能力は未知数だ。アナドリア。いえ、大丈夫というのはそういう意味じゃありません。心があるんでしょ。なら戦うだけじゃない、救うことだってできる。みんなそう考えると思います。そうか。そうだ、一つ確かめたい。君たちは仲間と連絡を取り合えているか。いいえ、本来は情報系のペルソナを持つ仲間が二人いるんですが、どちらも消息不明で。実は私にも少しだがそういった力がある。その仲間の容姿などを教えてもらえるか。クマの着ぐるみと少女、もしかして。はい、主催者のように振る舞っている二人です。ただいつもはあんな風じゃ。なるほどな。だがおかげで漢字が具体的につかめて探しやすい。反応を探ってみよう。一つだけ離れた場所に反応があるな。移動していない。よし、見つけた。聞こえるか。誰？私は霧城満という。今君の仲間の白金君と一緒にいる。藤川さん。ナオト君、本物？はい、どうやら藤川さんもそうみたいですね。よかった。変な偽クマに捕まって先輩たちはなんか戦っちゃってるし。大丈夫です、落ち着いて。今いる場所がどこか分かりますか。放送室みたいなとこ、なんか見えない壁みたいのがあって出られないの。ニセクマのやつに見張られてて、ペルソナも使えないし。ああ、
だが詳しい話は後にしよう。実は君のすぐ近くにシャドウらしき反応が見える。大丈夫なのか？いいえ、近くにはニセクマしか。こいつが？シャドウか。白金君、早く行くんだ。通信は可能な限り私が維持し、君にも届ける。わかりました。ではお先に。どうぞご無事で。あなたは確か真田昭彦さんですね。ほう、帰国したばかりの俺を知っているのか。霧城満さんの組織の一員、いえ、ご友人でしょうか。なるほど、探っている本命は満か、少年探偵。探偵の資本は頭脳より体だ。不規則な徹夜、長時間の張り込み、それに耐うる頑強な肉体。なのになんだその枯れ枝のような細い手足。胸周りだけは人一倍あるようだが、見たところ筋肉ではなく脂肪だな。まったく。俺が体作りの極意を教えてやる。まず1にプロテイン、2にプロテイン、3しも5にもプロテインだ。偏ってるでしょそれ。そしてスパーリング、ワン・ツー・デアッ。こいつがいきなり殴りかかってきたんだぞ。僕が殴った。
僕からすれば先に殴りかかってきたのはあなたの方です。僕たちは互いに戦い合うよう幻覚を見せられたんです。白金君は優秀な探偵だ。ペルソナ使いでもある。事情を話して協力してもらうことになった。もともと今回の件でも警察側の立ち会い人として居合わせていて、私も知らない中じゃない。認識を惑わせるノイズのような感覚はすでにない。もう話は通じるはずだ。どうやらくだらん仕掛けに惑わされていたようだ。こちらこそ知っていたはずなのに取り乱してしまって。ペルソナ使いか。出会ったのも何かの縁だ。お前の実力一つ試していかないか。秋彦、また悪い病気が出たな。いいから彼に協力してやってくれ。分かった分かった。なら行くぞ白金。待ってください、大会のルールが。大丈夫ですか？どうした？何が起きた？わからん。見えない壁のようなものが。ルールでは勝者しか先に進めないことになっていますから、その…つまり決裂していなくても勝者を決める必要があるわけか。なんだ、結局戦うんじゃないか。よし、全力で来い。お手柔らかにお願いします。いい試合だった。試合って、どちらか一人だけしか進めないというのは何とも厄介なルールだな。ちょっと待て、そういえばさっきあの総統とかいう着ぐるみと女子生徒が
一緒に歩いてるのを見たぞ。常に一人しか進めないならルールに反してよ。その女子生徒の具体的な容姿を覚えていますか？その少女がラビリスだとして、その彼女がシャドウの宿主とは考えられないでしょうか？ラビリスとヤソガミ高校の関連性は少なくともデータ上では確認できない。まして君や君の仲間たちのことを知っているとは考えにくいが、こちらこそ不手際ですまない。私の通信能力は補助的なものでない。かつての高校時代の仲間にももっと力の強い情報系能力者がいたんだが、そんな全部あのバカグマのせいですよ。あいつ本当人を心配させる天才なんだから。しかし、見知らぬペルソナ使いに一度にこう何人も出会うとはな。昔を思い出す。驚いたのは僕らも同じです。可能性を考えなかったわけじゃないですが、実際に僕ら以外のペルソナ使いと会うなんて。はこう見えて学生時代はボクシングのチャンピオンだった。こう見えては余計だ。それが何を間違えたのか、急にもっと強いやつに会いに行くとかなんとか言い出してな。武者修行？なんか漫画とか時代劇みたいですね。必要だと思ったから行動した、それだけだ。待て、なんだこの反応は。シャドウに似た大きな。
着てるから大丈夫。すぐ助けに行くから。あれ、なんでナオトいんだ。間に合わなかったか。ん？あれ、もう一匹、本物のクマも、本物のクマも来た。知らない女の子連れてる。藤川さん、ベルベットルームへ。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。どれ、まずはお名前を伺っておくといい。